はい、速稼塾の久保です。皆さんはね、日本の地図から見る世界の領海っていうのはどういうふうに理解されてるでしょうかね。私としてはね、日本がありますよね。で、中国大陸があって、で、台湾という国があると、この台湾という国があるっていう概念がすごく大事なんですけども、私たち日本の教育を受けたものから見ると、台湾という独立した民主国家があって、で、中国というね、独裁国家があると、社会主義の国があるっていうふうに考えられると思うんですけども、中国から見るとどうかっていうと、台湾は中国の一部らしいんですよ。要するに台湾という独立した国はなくて、中国の中の一つの地方として、地方都市として台湾があるという考え方らしいんですよね。で、中華民国っていう言い方もあるみたいなんですよ。で、それに付随して、この第一列島線って言いますけども、台湾があって、尖閣諸島があって、東シナ海があると、この一連の領海のこと、これ全てがね、中国領だという考え方なんですよね。私たち日本や台湾の目から見ると、全く違いますよね。台湾は台湾として独立した国であり、そして台湾には領海が存在すると。で、日本は日本で国有の領土が、固有の領土があり、その一部に沖縄列島があって、尖閣諸島があるよっていうことですよね。で、尖閣諸島のちょっと向こうに台湾があって、その上の方にね、中国っていう国があって、その領海っていうのは随分もっとね、別のところにあるんじゃないかなっていうふうに考えてると思うんですよね。で、アメリカはですね、中国アメリカの国交正常化の際に台湾をね、一つの国として認めてないんじゃないかなっていうふうな見え方をしていたんですけども、この度、アメリカは台湾にですね、台湾独立した国家として認める形の訪問してるんですよ。で、台湾で演説をしていると。で、表向きはコロナウイルス対策だったんですけども、きっちりとね、台湾の独立を支援するという形で報道されておりましたね。で、これに中国は猛反発してるわけなんですよ。アメリカが台湾を独立した一つの国として考えるのはちょっと違うよと、いうことだったりとかね。この辺はね、ちょっとそれに該当する動画を見ていただきたいなと思うんですけども、台湾としては中国が攻めてくることを想定した対中国軍事演習っていうのもすでに行ってるんですよね。で、台湾っていうのはすごく小さな人口、小さな国力、小さな軍事力の国ですよ。日本なんてもっともっとね、人口も多いし、国土もあるし、戦闘能力も高い国です。でも台湾は絶対に自分たちの民主化を守るんだっていうふうな、もう非常な気合を感じますよね。で、こういったエネルギーに対してアメリカも支援を惜しまないよっていうことではあるんですよ。じゃあ翻ってね、日本どうでしょうかと。日本はそれほど危機を感じてるかなと。この侵略に対して、中国の侵略に対してね、敵対的な侵略に対して、これほど危機を感じてるのかなと、私はむちゃくちゃ感じるんですよ。で、アメリカもそれを感じてるんで、日本の支援をするぜっていうふうに公式に、発表してるんですけども、いまいち日本が及び腰というね。台湾もすごく頑張ってくださって、このね、領海っていうのを守ろうとしていると。第一列島線っていう中国が主張するその領土線っていうのは違うよってことを主張してるんですよね、命がけで。本当にね、今台湾っていうのは気合の見せ所っていうかね、ものすごい、独立っていうかね、もう独立してますけども、民主化に対しての責任と意義を感じてるところだと思うんですよ。表現してるところだと思うんですよ。ちょっと前にね、香港でも同じようなデモがあったりしましたけども、残念ながら香港は中国の中国に併合されてしまってね、もうどうしようもないのかなと思います。香港っていうのはもう民主化はもう無理だなと。もう完全な弾圧とか、それから世界各国の企業や銀行がもう手を引いてしまう、そういうふうな、ね、抜け殻都市になってしまうんじゃないかなと思いますよね。非常になんかね、寂しいですね。香港っていうのは、私とかね、幼い頃見た香港っていうのは夢の都市でありね、平和の象徴であり、夢がいっぱい詰まったね、ドリームシティだったと思うんですよ。ジャッキー・チェーンっていうね、俳優もいましたけど、ジャッキー・チェーンもね、だから香港の民主化から中国の一党独裁に変わることをなんかね、擁護してるみたいですね、国家安全法を。人それぞれ考え方があるのかなっていうところと、何か訳があるのかなっていうことを思うばかりでございますけども、どうですかね、国に全てを管理されて運営されて自分たちの自由がない国に住むのか、それとも自己責任っていうかね、そういったらまた批判浴びそうですけども、
自分で考えて、自分で決めて、自分で行動して、で自分でね、一定の自由を、権利を主張できる国、どっちがいいのかなと思っちゃいましたね。で今回ね、どんな動画なのかと言いますと、この第一列島線っていうものを、中国が主張する境界線と、国としての境界線と、日本や台湾が主張する、そして国際社会が主張する線っていうのは違うよってことなんですよね。で中国はね、もう人工島とかどんどん要塞化してしまって、人の土地に、俺たちの土地だぜっていうふうに、もう既成事実をね、どんどん積み上げていってしまうという、この強引さ、どうなってるんでしょうかということですよね。もうそのうちね、日本も我々の固有の領土だっていうふうに中国言い出しかねないかなと。もともとは中国大陸から渡っていた民族が日本なんだからとかね、すごいなと思いますね。そうするとね、やっぱ人類が生まれたのはアフリカのあたりとされてますから、人類全員アフリカ共和国みたいに、ね、なるのかなと思っちゃったりとかね、人類皆兄弟ではないですけどね、どうなっちゃってるんでしょうかと、いろいろ感じながらぐちゃぐちゃっと放送してみました。はい、では今回は以上です。